こんにちは。今回は小顔カットの仕方を紹介していきます。で、実際におすすめの本を参考にしながら、今回も自分の考え方をさらに付け加えながら紹介をしていきます。では、実際に今回は丸顔編になってるんですけど、まず丸顔で、丸顔というのは横の幅と縦の幅がちょうど1対1ぐらいになってます。で、この1対1の幅、これをひし形に近づけることで、僕は小顔効果のある感じに作っていきます。ひし形を作って、このひし形の内側ですね、ここは肌を見せる部分で、ひし形の外側、ひし形の外側を肌を隠す部分として作っていきたいと思います。では実際に作っていくんですけど、横に広く見せないために、前髪の幅は通常の幅よりも少し狭く取ります。大体通常の前髪の幅が、僕の場合は目尻で取ってるんですけど、それよりもちょっと狭めに、なので黒目の外側ぐらいで横の幅を取ります。で、深さ、奥行きはフルバングとして、耳の後ろぐらいになるんですけど、今回の場合はこの眼鏡をかけるときに支えとなるところ、この辺りですね、この辺りからスクエア、四角に考えたときに、そのまま真上に上がった状態の中心、ここの点と横幅をつなげた三角を前髪の横幅と奥行きとして取っていきます。で、メインバングとして黒目の外側として幅を取っていき、ここに斜めを作りたいんですけど、今回の場合はこういう感じで右に流すような感じにしようと思うので、ここが黒目の外なので、幅を黒目の内側、大体指1本分ぐらいで分けます。こういう感じで分けておきます。で、実際に切っていくんですけど、まずはここから生え際の形に合わせてコーミングして、一度長さを大まかに決めておきます。ちょっと目のすぐ上ぐらいですね。寝取ったら指でノーテンションのまま、ちょっとイメージして少し右が下がるように、で、この位置がちょうど目の上ぐらいですね、ここの位置が。で、長さをまず切っていきます。で、もう慣れてるとそのままイメージで上で切っていいんですけど、慣れてないうちは一度長さを切った後に、ここにたまる角をちょっと落とすために、上に上げて、この生え際に水平に上げて、同じ角度で表面の角をちょっと落としておきます。で、反対側も同じように、ここも同じように生え際に合わせて、ちょっとこっちよりですね、なので左右分ける、こっちに行かせたい時は右に逆に引く感じになるんですけど、それだと目印がないので、この生え際をイメージして、そこと同じように引いてあげるといいですね。で、そのまんま狙った位置で、慣れてる場合はもうそのまんまそこで切ってもいいと思います。はい、そしたら今こういう感じですね。
大体黒目の内側で分け目をこういう感じで流れやすいように左右ともクロスした感じで引いて、この生え際に水平に合わせて切ることで、ただのパッチンじゃなくて少し丸みをつけた感じの切り口として長さを目のすぐ上で設定してます。で、次にサイドバングを取っていきます。サイドバングは口と目のつなぎですね、つないだところ、ここに点を打って、ここの点と先ほど前髪を取った点をつなぐ、そういう感じで取っていきます。こういう感じで口と目尻をつないだ線の点と先ほどの上の点ですね、つないだところとなってます。はい、なので左右取るとこういう感じですね。ちょうど口と目尻の延長線上に点を打って上へとつないだ感じですね。で、次に下の部分の隠す部分を作っていきます。前髪でこう斜めにしてこの部分ですねを作ったんですけど、次に下の部分で、この時も同じように顔の形をイメージして、ここの線中間よりもちょっと下ぐらいで取ります。中間ぐらい、まあいっぱいいっぱいでこの真ん中ぐらいならいいんですけど、それよりもちょっと下ぐらいで取っておきます。で、また同じように生え際、この位置の生え際に合わせて引きます。こういう感じで、で、この位置に合わせて引いて、その時にこの上の部分、まず指がこうやって掴んだ時にノーテンションでどうにでも動く状態にしておくことも大事なんですけど、で、そこからひし形をイメージした角度を作ります。まあ、いろんな風に形を取る時があるんですけど、今回の場合はひし形をイメージした角度をここに作ります。で、ここの上の部分をちょうど十字架を作った線よりもちょっと下ぐらいに設定して切ります。まずはこの長さを切った後に、同じように上の位置でもこの生え際に対して水平に持ち上げて、この前髪とここを自然とつなぎます。そのままハサミの刃先を使って細かくつなぐように切っていくと自然につながります。こういう感じですね。横から見るとこういう感じです。そのまま生え際に対してまっすぐで、そこでひし形をイメージしているので、ここからのこういう感じのラインに切れてます。で、次に反対側も同じように生え際の形に合わせて、まずは下、生え際の形に合わせて下に、で、この指をまず顔を真正面にこうやって見た時にひし形の形になるように指をずらします。生え際に合わせて下ろして、真正面から見た時にひし形になる形を作る。で、切る一番上の部分、ここを十字架を作った横線のちょっと下の方ですね、先ほどと同じ位置ぐらいで切ります。で、これはまあ目安として、それをさらに上に持ち上げます。生え際に合わせてここの線ですね、ここに水平に
持ち上げたところで、この端っこと前髪、メインバングをつなぎます。自然にこのハサミの刃先を使ってこう線を描いていくような感じでつなぎます。はい、で横から見るとまた同じように生え際に合わせてひし形をイメージして先に切っとくので、こういう感じですね。でちょっと左右を長さをチェックして、最後に毛先をぼかしていきます。前髪を取ったらちょっと手のひらに僕の場合は乗せます。こういう感じで乗せて、ラインを見ながらこうやってコームを持って、毛先のこのぐらいですね、だいたい1センチ以内ぐらいですかね、をちょっと細かく今ラインをなじませるためにぼかします。こういう感じで、ちょっと毛先になじませる感じで漉いた感じですね。まあ下ろしたりしながら見ながら、反対側も同じように。で今回の前髪の場合はちょっと厚めな感じなので、そのまま毛先をぼかすぐらいですね。ラインを見ながら、まあ生え癖なんかもこの左右でも違うので見ながら、毛先を約1センチぐらいのところをぼかしていきます。こういう感じですると顔にかからないので、僕はこういう感じで毛先をすいたりします。はい、で仕上がりとしてはこの丸くなっているところの上の前髪の幅をちょっと狭くするのと、分ける、斜めに分けることでここの肌を見せる、でここ横の膨らみを抑えるためにここを隠す部分を残すという感じで、ひし形シルエットを狙ってます。こういう感じで耳にかけた時なんかにこの部分がないと、もうここがボーンと出てくるので、こういう感じで作ってあげるといいんじゃないかなと思います。でまたいろんな形、またあとはメンズとかも、まあ、この企画また反応次第でどんどん広げてやっていこうかなと思うので、まあ面白いなと思ったら評価の方を押してもらうと、また次にやっていこうかなと思うのでよろしくお願いします。はい、ということで今回は以上でした。